いやもう。タイムカプセルが出てきません。緊急事態です。帰るか。頑張った。どうした？おはようございます。朝です。はい、今日は、当時の5、6年生だったみんなと担任の先生と一緒にタイムカプセルを掘り返しに行きます。本当は去年20歳の時にやりたかったんですけど、去年がちょっとできなかったので、今回こうやって帰ってきて集まる機会があったので、みんなに来てもらって、タイムカプセルを掘り起こそうっていうことになりました。ちょっとドキドキしながら行ってきます。お久しぶりです。撮ってます。はい、お久しぶりです。あ、成人です。じゃあ今から掘ります。二人が成人式なんでダッシュで。先生が一回掘り起こしたんですよね。あ、そうなん？何知らないですか？ここを変えるためやろ。4名の先生が一回掘って見つけたらしいんですよ。それはなんか新しい場所に埋めたっけみたいな話。新しい場所ってどこ？ちょっとやばいんですよ。知らないんですよ、その人。え、いかん、衝撃な事実が。わかんないです。え、ちょっと待って、どこに埋め替えたとか。いや、俺すぐ出てくると思ったけどね。私も掘りますよ。うん、掘るのはいいけど。いや、俺もこの機能そばと思えたらあってん。ただいまタイムカプセルが出てきません。緊急事態です。一回ここ掘ってみましょう。こういうとこにある。ここ？別のとこに移したよとは言われない。だって未開拓の地でしょ。先生埋めよう。先生埋めよう。お前なんてこと言うてよ。勝手今は勝手。先生埋めようとか言ってますよ、この子は。入るか。頑張った。あるあるやね、これね。タイムカプセルあるある。現実はそんなに甘くないんですよね。じゃあね、楽しんでき。時間のリミットを決めとこう。はい。何時にしようかな。あと10分。やる気ねえよお前、マジで。いやもう出ません。これあったら感動的だね。でも卒業式の日は覚えと。あ、覚えてますよ。どんな感じだった？先生がすごい泣いてました。俺も泣いてたけど、ゆうきもめっちゃ泣いてたからね。いや、それ泣きますよ。だって4人しかいないんですよ。恋じゃないですか。寂しい。もう絶対卒業したくないって言われて。可愛かった、あの頃のゆうき。可愛い。ねえ、それ見て、あ、先生やってよかったなって。その子がもう21やけんね。ね、お、先生が電話してる。今ちょうどタイムカプセルを開けようということで、その当時のメンバーが集まってるんですけれども、覚えてます？すいません、ありがとうございます。申し訳ないです。頼みの綱が切れました。切れました。もうちょい分かりやすい場所に埋めればよかったです。出ないパターンを想像してなかった。いや、本当どこにあったやろね。10秒で見つかると思ってたから。来た。え、嘘。え、あった。あった。え、マジで？さっき破れとる。穴が破れと。え、マジで？マジで？やった。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 穴ほげてます。どうした？待って、あの原型とどめてない。土がめっちゃ入ってます。あ、マジで土に変えてんだね、やっぱね。手紙とかそのまま入れた。手紙どうしたっけ。そのまま入れて。あ、じゃあもうダメ。鉄はね、鉄はやっぱ腐るっていうか、あれするっちゃね、やっぱね。の、no、勉強になるわ、タイムカプセル。おーおー、うわー、おーすげー。
もう、うわあ、すごいすごい。もう蓋が。あ、穴が開いてる横。すごいこれ。これ化石？すごい。開けてみなさい。取れました。はい。さあ、いいよ雪開けて。え、ちょボロボロなんだけど。カメラ持っていこう。あ、ありがとう。では開封します。テープは健在なのに。テープだけめっちゃ。雨が入ったりかと思いながら。これボロボロになるのかな。すごいね。すごいやっぱ勉強になるわ。テープ綺麗に。テープ持ってんな。お、開けます。蓋が開けれるところ。おいしそう。あ、アスカって。待って待って待って。懐かしい。見て見て見て。名前。これ勇気だ。これはこれでいいんじゃない？お前らもほら。すごいすごい。勇気。手怪我せんことで。名札。あ、これ勇気さん。お。で、私のめっちゃ読める。ん？ワンピース。すごい。与田勇気。これ手紙の鍵だ。なんでビニール袋入れ買ったと俺。手紙はもう無理やな。手紙読みたかった。繰り返して。いくよ。せーの。お、DVD やったー！やばい DVD やん、それ。あ、写真！お、すごい！お、残っとうやん。すごい！めっちゃいい。懐かしい。かわいい、君たち。かわいい。かわいい。先生、若い。若いよね。裏ピースしてる私。ギャルやん。与田勇気。うわ、ムカデ使った。ムカデ天井からね、言ってたもんね。ちょっとあれやね、なんかもうせっかくやけんね、10年後の自分に手紙書いてから埋めたい。すごいすごい、よかった写真に撮って。あ、手紙全滅だし。誰のせいやろか、手紙。これ絶対私、忘れ物ひどい。これからも頑張って。これ絶対私だ。楽しそうやね、君たち。よかったね、本当。いいチャイムが鳴ってきて。いいチャイムだった。よかった。ありがとう、今日は。はい、どうもどうも。どうもどうも。またね。では東京に戻ります。さらば我が家。あ、ゴンゴンバイバイ。ゴンゴンもお別れです。ありがとう。じゃあパパと弟とはここでバイバイなので、ありがとう。ありがとう。じゃあじゃあ元気で元気で頑張ってまた、うん、入っていこうとして、入っていこうとして。めちゃめちゃ、めちゃめちゃ前のめり、前のめり。あ、バイバイ、元気でね。すくすく育つんだよ。すくすく育つんだよ。太郎も、アピールがすごい。よし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 。元気でね、おじいちゃん。僕もいる、私もいる。ゆめちゃん元気よ、ここよ。はい、まゆもも元気でね。あ、かわいい。うちの子たち。バイバーイ。じゃね。バイバーイ。ペットよろしく。ベッドのマットレス、ねだられてる。